で、まず一つのコンセプトは、まあ、あの田波先生のファンに、リーズナブルで楽しんでもらえるものを作ろうというのが、まあ、一つのコンセプトですね。あとは、展覧会の時に、まあ、一つの大きい作品と、たくさんの小さい作品を一緒に並べたら、面白いんじゃないかという、まあ、もともとこの作品自体が、まあ、観音という名前の通り仏教の仏像に基づいているんですけれども、仏像の中には本当の大ボスと子供たちがバーッとここについている作品がありますので、ね、まあ、あれがベーシックなアイデアになっています。もともと田波圭一の実家が京橋にあった呉服の問屋さんでして、その頃からってものすごく特に女性用の着物は派手な彩色が施されているのが結構ありますよね。でそういう反物を見ながら幼少期に育ったという、割と色彩に関しては渡辺先生もそこにもしかしたら原風景があるのかもしれないというようなことを自覚的におっしゃってますけど、もう若狭さんとっくに亡くなられているんですけど、生誕100周年の、まあ、イベントというか、まあ、展覧会がありまして、それに向けて山川先生が山川先生の原画を使って作品を作りましょうということで、田波先生が本当に戦前の少年時代というか、まあ、5、6歳の頃から山川先生の紙芝居が街に流通していて、まあ、すごい大人気だったんですよね。戦後のまあ、東京が本当に焼け野原になってしまって、世界が本当にグレースケールみたいになってしまった、まあ、もう本当に灰色の世界の中で山川総理の紙芝居だけがものすごい強烈な色彩を持って、子どもたちにそういう世界を見せてくれたということで、まあ、田波先生自身は自分のその絵心の一番のスタート地点山川総理だっておっしゃってまして、まあ、そういう意味で博士のこと非常にリスペクトしていて、非常に穏やかなジェントルマンという印象をみんな第一印象を持つと思うんですが、まあ、長いこと大学の京都大学の方で教鞭を取って、まあ、タバイモみたいなんですけど、まあ、博士先生って弟子なんですけど、まあ、そういう作家を育てているということがあって、特に若い人に対してはすごく親切で、寛容で、全然そんな怖い人ではないですし、全然そんな激しい人でもない、むしろすごく穏やかで、真摯